お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのゴレスキュラデッキですね、やっていきたいなと思います。というわけで、まあたまになんかこんな感じのちょっと変わったデッキ出すんですけども、まあ久々のね、こんな感じのデッキというわけでやっていけたらいいかなと思います。で、まあゴレですね、ただゴレにマスケラがプラスされたよというところで、まあ火力としてはね、間違いなく問題ないと思います。普通にやってゴレだくね、スケラ撃たれて、矢の雨とか撃たれたら、まあこう防衛するのは多分結構難しいと思うので、まあだからこそ僕は守れたら多分勝てるんじゃないかなと思ってます。なので、相手の攻めを、矢の雨、間に合う、やばい、俺の、あはー、ちょっと遅かった。痛いんですけど、まあここは、相手がファイブを使ったんでね、後ろからダクネ咲いて、まあダクネのコウモリでね、ラバー対応していければいいかなと。思います。なので、ほんと耐えたいですね。耐えれば勝ちです。耐えれば勝ち。で、基本的にゴレダクネをやっぱ組みたいですね。ゴレダクネを組まないと、まあ、ゴレアーチャーとかだと、ちょっとなんか、光栄が物足りないかなーっていう気が、まあ、するんですけども。するんですけども、まあ、出さざるを得ないような感じですね。さあ、これはメガゴの優秀ですね。で、ゴレプラス、スケラを打ちたいですね、スケラ。で、こう、まあ、スペルが、まあ、ヤナアメザップなので、こう、まあ、ゴロを通すというよりかは、結構、あれですよね。スケラを通すというような考えに違いのかな。これ多分一回滝が外れますね。一回滝が外れて、ゴレがま、頑張るかな。頑張るぐらいですね。で、これはちょっと捨てるような形になっちゃいますね。さあ、まあ、ゴレダクネを組めば、さすがにこっちのもんだろうという感じだと思うので、よいしょ。さあ、ここはちょっとアーチャーをね、地味に延命していきます。でも、ファイブ打たれるものの、これ矢の雨がね、あの防衛であるので、さあ、ザップ使った、よい、これだって矢の雨打って、コウモリがインドリン勝つ、オゲイ。で、バルーンにはメガがある。よし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 。で、次ですね。次やっぱ2倍タイムに入れば、まあ間違いなく僕のターンでしょというところで、さあなんとなく逆にね、ケツインドとかが被れば美味しいなと思いつつの、さあ、こっからですね、こっから。で、ゴレダクネ、さあスケラですね、ここでスケラ打てれば、多分もう勝ったと思うんですよ。相手も、ああ、守れるとか思ってんのかな、これ。よいしょ、さあスケラ打ってあげる。で、僕はこのインドラを突破したい。あ、待って、やばい、滝がよくね。このゴレに、タワーの敵がゴレに行ってないのはなかなか良くないんですけど、ワンチャンファイバー防衛来る、さあ追加でね、ユニット追加してあげて、いや、いい、スケラが入ってる。いや、いいよ。いや、いい。で、このバルーンはちょっと怖いですけど、まあ、キングおられなかったらいいので、さあ真ん中スケアミ。これね、ゴレで最強なのが、1個折ってからの、この真ん中スケアミがマジで強いんですよ。で、あ、これ三角来るな、思ってたな、でもゴレの爆破で消えねえかな。消えねえな。さあ、いや待って、めっちゃいいやな、雨。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。さあ、ゴレ、小型ゴレに滝が行ってる。相手はダクネに夢中で。え？やばい、やばい、やばい。え？来た。いや、来た。多分。これ、ザップで終わる。じゃあ、やな雨で終わる。さあ、回して。回して。来た。勝った。ウェイ、ナイス。危ねえ。ちょっとインドが怖かったですけど。まあ、こんな感じですね。相手も、ちょっとびっくりしてますよね。あれ？あれ？俺負けたの？みたいな。まあ、そんな感じのね、まあ、反応になるのもね、まあ、仕方ないことかなと思います。で、まあ、矢の雨ザップなので、こう、まあ、ババがちょっと苦しい部分もあるんですけども、まあ、スケラをどうすればいいので、まあ、スケラが最悪通んなかったら、まあ、ゴレが通るかな。まあ、どっちか通ればいい。で、矢ザップが、やっぱなんか、ファイボとか、ポイズンとか、まあ、ちょっと欲しくなる部分もね、あると思うんですけども、矢の雨プラスザップで、こう、スケドラとか、まあ、ジュアちゃんも処理できるので、まあ、意外とこう、まあ、頑張れると言いますか。なんかなくてもね、なんとかなるよという感じのね、デッキかなと思います。で、まあ、ガンガンゴレ出しちゃったんですけど、普通にまあ、なんだろうね、出していい気がしますね、ゴレ。初手から、このデッキは。なんかゴレダクネ組んでも、スケラ打って終わりか、まあ、ゴレダクネ組んで、なんか逆サイとか攻められても、よいしょ、あ、これ、ザップいらなかったかな。まあいいや。逆サイとか攻められても、まあ、スケルトン部隊で防衛とかだったり、まあ、なんかそんな感じでね、耐えれそうとか、なんならこれで、相手苦しい説がある。ああ、いいギャングだな。めっちゃいいギャングだ、あれ。さあ、真ん中に寄せられ、綺麗に防衛される。で、今回、ヤナミザップ使ったんですけども、もう一回バレルが来ても、スケルトン部隊でね、守れますよ、という感じですね。なんならアーチャーメガゴとかでも守れそう。
さあ、今回コカッちゃんですね。ああ、8枚プレイちょっと嫌ですね。よいしょ。次はスケブでバウレルを守ったら、まあ、ケツゴレドーンという感じかな。これ、ケツダクネから入るか迷うな。すげえ。ワンチャンダクネからでもいいかな。で、ロケ打たれたらちょっと嫌ですね。いや、めっちゃいい、そのウッド。いや、でもいい、耐えれる。いや、これ、8枚ゴレ。8枚ゴレしたいんですけど、さては、これ、ゴレなしでもいい説がある。これで、ギャングにヤナム打つじゃないですか。そしたら、単純に、このスケラプラスのダクネがきつい相手。え？来た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 。これ。この謎の攻めがね、しかもこうザップってあげて、やば。ちょっと待って。ゴレどうした？ゴレいらない説が今の見るとね、ちょっと出ちゃうんですけども。まあまあまあ。ゴレがなくても戦える。いや、逆にこれはいい収穫ですね。なんかゴレプラスじゃないとタワー折れないじゃんっていうのが、もうなくいいんでね。ゴレなくても、これ攻め打っておきそうだな。ヤナム欲しい。ヤナム打っていいな。さすがにこれ捨てるのはちょっともったいないので。OK。イェイ。で、なんなら、こう真ん中にインフェとか来ると思うので、ああ、いや、めっちゃいいな、そのインフェ。まあ、でも、これ、スケーラからのザップを、ちょっとインフェだけに、あはー、ギャングにも当てればよかった。まあまあまあ、一回ここはね、捨てましょう、というわけで、耐えます。ヤナームで一回耐えれます。あれ、多分、延命が、うい、いい。そう、まあ、言ってはロケを打つしかないが、間に合わないですね。グッドゲーム。いや、ちょっといいですね。危ねえ、ちょっとこれがね、インフィラルドア相手だとなかなかちょっと通すのが難しかったんですけども。まあゴレが、こうタゲ取られてる間のスケルトンラッシュをね、させれればいいかなと思います。で、できるだけゴレの、てかスケラの、なんていうんかな、ギャングとか来た時にザップを打つというよりかは、ヤナアメ打った方が、ターゲットがゴレに行ってるので、なんかそう、ずっとね、スケルトンラッシュが残ってくれる、まあそんなイメージがね、あるので、なんかスケラにザップというよりかは、ヤナアメとか打てる方が個人的になんかこうスケラがね通るんじゃないかなと思います。はい。申し訳ないんですけど、初手ゴリガンガンしてきます。で、これ守るかな？守りたいんだけど、マジでごめんなさい。僕守りたいんです。守りたい気持ちあるんですけど、本当にこんなことしたくないんですけども、ごめんなさい。やっちゃいます。で、まあスケラ打つ。で、ゴレがさすがに通るな。で、今回相手は、三重視だな、これ。三子がなかなか厄介説がある。さあ、ゴレが通る。で、スケラもぼちぼち入っていく。いいよ。いいよ。いや、でもタワー折ってくんないと結構やばいな。あれ？俺のタワー25なのに。あ、ザップは悩んだな。まあ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 。さあさあさあ。で、今回では多分エリポンがね、工場だったらエリポンあるんですよね。エルクサポンプ。ポンプをどうにか突破しないといけないですね。たまたまエリポンこっち来ないか。いや、これはね、ワンチャン、もう逆サイをまた捨てて、ゴレダクネぶっぱ。いや、これ、工場だけでおられるのはさすがにちげえな。で、樽だと思うんで、オッケー突破はできない。で、これですね、これ 3C 出されるだけなりきったくなっちゃいますよね、これ。さあ、とりあえずスキラ打って、これね。ここでエリポン壊せます。エリポン壊して、なんなら1個、なんなら1個折れる。いや、1個折れねえかな。いや、ヤナメは打つ必要がなさそうなので、いや、打っていいな、あれ。打ったらエリポンもちょっと壊せて、よし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 。で、これちょっと低めダクネとかで受けてね。いい感じにね。OKOKOK。で、この左のドアの25は正直どうでもいいですね、僕としては。なので、まあ、キングが折れないように守ります。で、攻めたれば来てほしいんですけど、来ねえな。さあ、ここで攻めたれされるとちょっとやばい。ああ、めっちゃいいが、ザップで耐えれそう。オッケー！いや、いい。こうなったら、ちょっと高めのね、ゴレから、やばい。これやばい。これちょっとやばい。これちょっとやばい。これちょっとやばい。これ、耐えたい。相手の攻めスペルがタルババなので、オッケー。折られなかったら、めっちゃ熱い。これだってスケラ打って、毎回ね、このスケラ打って、矢の飴からの、ちょっとザップとかでね、削って、スケラで削れ。タワー、アイゴレバカ、お願い、届いた、願い、届いた、とは耐えればいいが、耐えれるかは謎。いや、ワンチャンいけるぞ。ワンチャンいける。相手、タルババだから、あ、待って、俺のスケバが飛んだ。あ、待って、陸うわー、危ね。ナイスグッドゲーム。これはね、
でかいですね。三銃士に、今回相手がエリポン型だったので、ヒースピがね、入ってなかったんですよ。ヒースピが入ってたら、多分三死にヤザップってもまあ残るし、回復されるし、多分もうボコボコに、ね、されるところだったんですけど、ヒースピないのがまあ救いでしたね。そう、ヤザップで、こう、まあ、耐えることができれば、さすがにこう、火力がね、超高火力ご利用しデッキなので、僕が耐えれれば、さすがに僕の攻撃がまあ通るでしょうという感じですね。さあ、今回言っては、ランバジャック。さあ、これには、まあ、ゴレを合わせていい気がしますね。だってもうゴレダックね、作るだけ。よいしょ。こんにちは。あ、待って、ゴレ対決だ。さあ、どっちが真のゴレ使いかを、こう、相手にね、教える時が来ましたね。で、あれ待って、やばい。やばいやばい。ライドラはちょっと話が違う。ライドラはね、話が違う。いやでも、コウモリ。あー、めっちゃいいトルネードだな、それは。いやー、素晴らしい防衛です。で、ランバー、ベビドラ、ライドラはさすがにゴレだと思うんですけど、どうでしょうか。あー、なるほどね。それはね、美しいですね、相手、防衛が。ういしょ。さあ、気合でね、気合で耐えます。で、これ、ヤナメ使いたくねえな。いやー。あ、これちょっとやばいかな。やばい。待って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 。いや、ミスった。うわ、ミスった。やばい。待って。あ、んっと、ずず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 ず。今のでタワー折れるのはちょっとやばいですね。やっちゃったな。なんか、ヤナメ使ってよかったっすね。うわ、もったいねー。マジでもったいない。ライドラーがいるのがちょっと厄介なんですけど、今からね、ワンパンしたいですね。僕のゴレは、まあ、ゴレっぽいけど、ゴレじゃないみたいなところあるので。さあ、こっからですね。ゴレプラス、まあ、スケルトンラッシュな形打てれば、相手ゴレ出してほしいな。ゴレ出してくれれば、結構ね、防衛コストが相手一個一個やっぱ重たいので、通ると思うんですよね。で、なんならこれライドラ裂いてくれたら裂いてくれたで、そこ、いや、これあるぞ。え、マジである。いや、あんなムータが良くね。あんなムータが良くないけど、ワンチャン？いやー、ライドラがやばい。ライドラがやばい。いやー、待ってくれよ、これは。俺の、やばい、いよいよ、最強デッキは負けてしまう。このライドラがね、ライドラどうやって処理しようかな、あれ。まあ、低めダクネからの、横の角度付きゴレとかで、タギを取りつつ、まあ、頑張るとかありますよね。よいしょ。さあ、で、横から殴ってあげて、で、スケルトン部隊とかもなしてあげて、おーうわーグッドゲームですね。ちょっと待って。これはね、さすがに相手が上手くないですか？よいしょ。上手いし、ちょっときつい。いやでも、ここで、ラスト粘りとしては、ゴレを出さない、このスケラですよ。ゴレを出さないスケラで、いや、ワンチャンをつかめ。マジでワンチャンをつかめ。一本折ることさえできれば、すべてが変わる。いやー、きついか。まあ、そんな感じがしましたね。いやーこれはね、マジで、地は削りはできてたので、僕が左側はあんな、なんかヘナチョコというか、ヘナチョコ防衛で、タワー折られたのが良くなかったですね。いや、マジで。あれ、普通に取られなかったら全然ね、あったと思います。というわけで、ちょっとね、最後負けちゃったんですけど、ぜひ、このね、ゴレスキャラデッキね、ちょっと面白いんで、ぜひ使ってみてください。というわけで、今日はこんな感じで終わります。良ければ、チャンネル登録、高評価、コメント等も、ぜひよろしくお願いします。まあ、明日は、こう動画内で展開いけたらね、まあなんかいい感じかなと思います。というわけで明日の動画もお楽しみください。では、お疲れちゃんでした。またね。